じゃあ今日はね、はい、日産のマーチ、はい、これをちょっと今日はね、はい、いろいろ見ていこうかなと。なるほど。これピンクの、ピンクの、これちなみに連動企画なんで、はい、あ、そうですね。このマーチ、はい、ちょっとね、年式とわからないんで、はい、ちょっと見ていきますね。見ましょう見ましょう、大事です。ね、はい、年式が、はい、あ、これでいきますよ、はい、初年度が令和2年。あ、はい、令和2年式、はい、2年落ち、はい、のマーチ。何月ですか？12月です。お、まだ2年行ってない。行ってないですね、はい、で距離が41,000キロ。ああ、まあまあ走ってます、はい、これちょっと旅のついでにレビューなんで、はい、レンタカーなんで。あ、そうですね、はい、でまさかのピンクっていうね。かわいいでしょ。かわいいですね。だからでダイソーのオープン待ちしてるんですよ今。そうです、そうです、充電器がね、はい、なくて。じゃあね、タイヤはミシュラン。おお、マジですか。ミシュラン入って、ミシュラン入って、はい、でどうですかね。鉄筋ですね。テールもかわいい。で荷物、これレンタカーで大事な荷物の量なんですね。あ、はい、どんだけ乗るのか、はい、こんな感じで、はい、どうかな。スーツケース1個、2個。でも2人やったらこれシート倒せれる。あ、そうか、2人やったら倒せれる。あ、ちょっと倒してみますか。倒してみましょう、どうなるか。で、あと寝れるかどうかね。そうですね。あ、これ根こそぎ行くタイプですよ。ほら、分割じゃなくて、はいはいはい、1枚もんですわ。はい、1枚もん。1枚もんで、はい、あ、ちょっと寝にくいですね。段差がすごい。段差すごい上に、あ、はい、ここにね、こんなんあるんで、これも寝れないですね。腰にね、当たりますね、はい。これ見てください。スインベルト、かっこいいかっこいい。おこれ、おこれ、このラインかっこいいですね。おこれマーチ独特ちゃいます、まあ、これ外したら問題ないんでしょうけど、引っかかってる分も。めっちゃかっこいいですよね。じゃあこれあれですよね、3人で乗ったら、はい、もうどうしようもないですよね。片方だけっていうのが無理ですもんね。ちょっと乗ってみますか。雑にで、これもう、はい、カメラマンボッツさんなんでちょうどいい感じ、はいはい、いい感じの雑さなんで。そうですね、それは許していただいて。これかっこいいですね。ちょっと後ろちょっと狭い。そうですね、5人はきついですね。きつい。でもね、はい、4人だったら十分ですね。ああ、そこそこおっさん5人での旅で、はい、幹事の人が、はい、マーチレンタルしてきたら嫌ですよ、ね、嫌ですね。もうそこはね、ミニバンぐらい行っとこうよってなりますよ ね、はい、そこそこのおっさんらばっかり5人って分かってて、はい、安かったから言って、はい、マーチ用意されたら嫌ですね。嫌ですね、絶対嫌ですね、はい、あ、でもね、はい、気づきましたよ、はい、やっぱマーチってこのデザイン的なものか、天井のここがすごい広いですね。あ、なるほど、上が空間がね、はい、ここも、あ、はい、天井は高いですね。あ、なるほど、ね、ドアの形かわいいですね。かわいいですね。女性受けしそうですよね。はい、これもかわいいですね、はい、いや、マーチって歴史古いですから。そうですよ ね、で一応内装黒なんですよ。かっこいいじゃないですか。あ、ほんまや、ね、ベアン好みじゃないですか。はい、ドリンクホルダーは真ん中に1個なんで、はい、はい、はい、あ、ほな喧嘩しますね、後ろ2人乗ったら。5人で行かされたらきついですね。きついでしょう、これは。これちょっとシート後ろ目いっぱいっていうのもありますけど、はい、一回前にしてみます、シート。あ、そうです ね、どっち、運転席、はい、これ一番目いっぱい前ですね。あ、まあ、これで運転してくれたらだいぶ広いんですけどね、まあ、ですか。でもこれちょっと運転できませんよね。どんだけ足細いねんってなりますけど、これぐらい欲しいですよね。でも、ね、はい、おっさんらで行くんだったらね、じゃあちょっとおっさんギリで、はい、これぐらいかな。これぐらい、あ、これぐらいやったら、まあまあいけますね。まだマシですね。まだマシ、全然いいっすね。いけます。じゃあね、一応ちょっとマーチのレビューなんで、はい、あ、ちょっとしんどい。いや、僕これぐらいで足短いんで。いけます。朝になったら足短くなる。あ、そうなんですか。ちょうどいいです。夜になったら、夜になったらなんか伸びてくるんで。伸びてくるんで。な、夕方はちょっときついですね。僕ちょっと逆なんですよ。はいはいはい。夕方になったら伸びてくるんですよ。いや、おかしいですよね。だいたい逆ですね。確かに確かに。おかしいでしょ。はい。でもね、だいたいそうなんです。僕ホテル行くでしょ。はい。ホテル下げましたね。じゃあこれぐらいで、はい、ホテル着くときはこれぐらいなんですよ。あ、はい。でもね、朝座ったら、はい、僕こうやって前やるんですよ、いつも。これ姿勢の問題じゃないんですか。そうなんですかね。足じゃないですか。足じゃないと姿勢の問題ですか。姿勢の問題と判明しましたね。夜はだれてるから、はい、
ダランってなるんですよ。あ、そういうことなんですか。そういうことだと思います。朝は姿勢いいと思います。まさか一応これメーターのとこめっちゃ可愛いですよ。あ、はい、ほらね。いや、ほいで、あのサイドブレーキが引くタイプなんですよ、はい、懐かしい。あ、ますね。今なかなか見ないじゃないですか。これグレードによるんですかね。え、ちゃうか、マーチ自体もこれなんですよね、多分ね。うん、ね、ここの布よりも可愛いですね、はい、あ、これ開かない、はい、それ開かない。え、これ開かないですか。開かないの。開くでしょ、どう見ても。え、開くでしょ。開きそうですけど。開きそうで開かない。いや、でもエアバッグ入ってるから開かないんですか、ここ。そのスペースこれエアバッグ用ですか。ありますよね。メーター180。ほんまに開きません。もう開かないですよ。ほんまに開かない。開きそうなんですけど。はいはい。下にちょっと物を置けるだけ。ここがやっぱ入れるから。下は開くんでしょ。あ、ここはもちろん開きます。開きますね。はい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 。上は開かないのね。開かないですね。はい。あのプリウス乗ってたらね、そこ開くからっていう感覚。この丸み可愛いですね。可愛い。ちゃんとナビついてるって。禁煙車。で、これが可愛いですよ。ほらこれ。これね。これ多分何かと一緒ちゃいます理由。ああ。ドアのこれすごいですね。あ、はい。可愛いですね、デザイン。はい、で、これこれ。でね、はい、やっぱりこの辺のコンパクトカーで重要になってくるのは、はい、一番前にあって。はい。なるほど。あ、あんま倒れないですね。あのヘッドレスト取っても。あ、取ってもダメなタイプ。これ限界やったんですよ。あ、なるほど。はい。ほら、これ後ろ座れそうですね。あ、これ、あ、全然ここ座れますね、このままでもね。座れそうですね。十分。だから目いっぱい倒しても怒られないと。そうですね。いや、怒りますよ多分これで。じゃあエンジンルームも。あ、なるほどね、なるほどね。あの出発前点検、はい、大事なんで。あ、そうですよ。ちゃんとオイルチェックとかベルトチェックとか。しとかんとね。あ、めっちゃレンズ可愛いですね。あ、綺麗綺麗、レンズ綺麗。結構シンプル。はい。はい、え、終わり？ボス、やばいこと気づきましたね。はいはい、ドラレコついてますわ。はい、ドラレコついてますわ。お、ドラレコついてます。お、やばいっすね。え、やばくはないでしょ。やばいっす。なんかやばいことが。え、やばいところに行く。裏の顔が流出するかもしれない。あ、ほんまや。ほんまですよね。ね、はい。どこまで録画されてるかわからへんからね。インカメラあったら最悪ですね。ちょっと見ときます。乗ってください。乗りますか。ほら、今振動でレックになってるでしょ。はい、はい、あ、そういうことね。ね、はいはい、インカメはないです。映ってないですけど。乗り降りの時になるんですね。はい、ああ。なるほど。まあ、インカメはないんで大丈夫。インカメないですか？絶対ないですか？はい、分かんないですよ。レンタカーやから、うん、なんか中で悪させえへんかなみたいに見てる可能性ありますよ。ありますよね。はい。タバコ吸ってないかなとか。そうですよね。はい。ありますよね。あります、あります。なんか変なことしてないかなって。いいですね。あの市場レビュー的なやつは、はい、1個前のレンタカー借りるっていう動画に上がってますんで。あれ、あんまりでもブレーキだけの話しかしないですよ。そうそう、コーナー性とか。そうですね、またどっかの加速性とか。このシリーズのどっかでまた掘り込むんで、その走行レビューは。あの湯布岳とか湯布院のとこ登ってるとことかでレビューするんで、はいはい、じゃあ湯布院は行くのね。じゃあ湯布院は行かんと。湯布院は行くのね。湯布院は行かんとね。なるほど。それ逆算して、はい、時間計算して、はい、考えると飽きませんね。だってカーレビューしてるんでね、まだ未だにね。はい、なるほど。早う行けよ。あのえね、はい、観光案内所みたいなとこしか行ってないですもん。後半焦るんでね。あ、そうですね。はい、一応これはだ、緩めなるんで。一応これだからマーチのレンタカーとして、はい、マーチプランはありかどうかのレビューなんで。なるほど、なるほど、はい、でこれはまだ結論は出ないと。いや、でも走ってみて。いや、まあ、走りも多分大丈夫やと思うんで。まあ、確かにね、確かにね。5000円なんで。確かにね。だから居住空間なんですよ、問題は。あ、なるほど、なるほど。まあ、走りは問題ないやろうと。そうですね、歩いてのレベルは、はい、あると思うんで。あると。はい、じゃあ下の動画も楽しみ。え、これ OK なのかどうか言ってないですよ。 OK なのね、結局ね。マーチ OK。 マーチ全然 OK。 マーチ OK ということで、はい、はい、じゃあ下の動画もお楽しみに。